署名、ホセ・プロタチオ・メルカード、リサール・アロンソ・イレ・アロンダ、ホゼ・プロタチオ・メルカード・リサール・アロンゾ・ワイレ・イロンダ、1861年6月19日から1896年12月30日は、フィリピンの革命家、医師、著作家、画家、学者。フィリピン独立運動に取り組んだことから、国民的英雄と称される。通称は、ホセ・リサール。スペイン領東、インドルソン島のカランバで、父フランシスコ・メルカードと母、テオドラ・アロンソの間に、11人兄弟の7人目の子として生まれた。リサールには、姉が5人、兄が1人、妹が4人いた。彼の家系はメスティーソと言われる中国人とフィリピン人の混血の一族であった。父方の家系には、イを倒し、州を建国した中国人である武王の弟、サイシクドとマニラで初めてスパニアードに出会ったラカンドゥラがいて、中国人、マレー人の血が混ざっている。母方は日本人とスペイン人の血が混ざっている。父方の祖先は中国、福建省の新港から17世紀にわたり、フィリピンの先住民女性と結婚したシーング、CO とズニオの息子である商人の南の末裔であり、元来の姓は、カといった。彼は、ホセ・リサールの高祖父に値する。南は1697年、35歳の時に洗礼を受けた。カは、自分が商人であることを考慮し、1731年11月11日に自らの姓をカからメルカードに変えた。彼の子、フランシスコ一世の孫で、ホセ・リサールの父である農民のフランシスコ二世は1859年に姓をリサールに変えた。リサールの母、テオドラ・アロンソはラカンドゥラの一族出身で日本人を祖先とするエウジェニオ・アースアまで遡ることができる。8歳にして、タガログ語とスペイン語を身につけ、9歳にしてビニヤーン校に入学した。初等教育を終えると1877年に16歳にして、マニラにあるアテネオ学院、現在のアテネオでマニラ大学に入学し、農学を学んだ。さらに同校で土地測量の技術を学びつつ、母が失明の危機に陥ると、当時のフィリピンの最高学府さんとトマス大学で医学を学んだ。在学中の1879年にスペイン語の詩のコンテストで最優秀賞を獲得し、1881年9月にスペイン政府から土地査定日誌の免許を授与されている。リサールは父の反対を押し切って、宗主国であるスペインのマドリード大学に留学した。リサールは1881年にアテネオでマニラ専門学校を卒業。翌1882年にサントトマス大学医学部を修了した後、同年中にヨーロッパへと旅立った。1882年6月13日にマルセイユに、6月15日にバルセロナに到着した後、最終目的地であったスペインの首都マドリードに到着し、同年10月に国立マドリード大学の医学部とアキラ文学部の両学部に入学した。マドリード大学でリサールは猛勉強し、26歳までにスペイン語、フランス語、イタリア語、ポルトガル語、カタルーニャ語、中国語、英語、ドイツ語、オランダ語、スウェーデン語、ロシア語、ラテン語、ギリシャ語、ヘブライ語、サンスクリット語などの諸言語を習得し、中国語、日本語、タガログ語、ビサヤ語、イロカの語を研究していた。大学時代の同級生には後に、哲学者として著名になるミゲル・デ・ウナムーノがおり、リサールと同じ学級でギリシャ語を学んでいる。1885年、マドリード大学を出た後、1885年7月から1886年1月まで、パリ大学でフランス語と眼科学を学び、この時にフランス革命の人権宣言をタガログ語に翻訳している。1886年2月から1887年5月まで、ドイツ帝国のハイデルベルク大学、ライプツィヒ大学、ベルリン大学で引き続き医学と、加え、ドイツ滞在中の1887年2月21日に、ベルリンで小説、のりめ、タンヘレを出版した。1887年7月3日に26歳に、してヨーロッパを離れ、同年8月5日にフィリピンに戻った。フィリピン帰国後しばらくは出身地のカランバで医者として従事していたが、間もなく同年に出版した小説、のりめ、タンヘレが反植民地的だとフィリピンのスペイン植民地支配層から問題にされたため、身の危険を感じたリサールは27歳にして、再び留学へと旅立った。日本滞在、編集ファイル、日比谷公園、ホセ・リサール像。JPG 日比谷公園にあるホセ・リサール像。フィリピンの国民的英雄ホセ・リサール博士1888年、この地東京ホテルに滞在す。石踏みは、生誕100年の1961年6月19日に、胸像は日本滞在100周年の1998年に建てられた。二度目の目的地もヨーロッパだったが、前回とは異なり、日本とアメリカ合衆国を経由して向かった。1888年2月28日にリサールは横浜に到着し、駐日スペイン公使館邸や日比谷の東京ホテルに宿泊し、2ヶ月間滞在した。本来は経由地として船の乗り継ぎのために2日間滞在する予定だったが、スペイン公使館に滞在中、近所で見かけた元旗本で貿易商の娘、おせいさんこと、臼井勢に子に声をかけたことにより、親しくなった。英語とフランス語がある程度できた。勢いにことリサールは、二人で歌舞伎を見物に行ったり、日光や箱根に逗留し、リサールは日本の文化と言葉を学びつつ、滞在は延びて2ヶ月近くに及んだ。リサールは、生前、勢いにこのことを誰にも話さなかったため、その存在は知られることはなかったが、没後に、リサールの遺族が遺品をまた、日記には、あなたのように私を愛してくれた人はいなかったと記されていた。勢いにこも、また、誰に話すこともなく、所有物はその後の太平洋戦争の空襲被災で多くを失ったために、残る文物もほとんどない。口述されるリサールの死は日本でも多く報道された。その翌年の1897年、勢いにこは30歳で、英国人男性アルフレッド・チャールトンと結婚、1947年に80歳で亡くなった。現在、雑司ヶ谷霊園に勢いにこの墓があるが、毎年、リサールの誕生日に、フィリピン大使館により花が供えられている。法王、編集1888年4月13日に、リサールはサンフランシスコ行きの船に乗り込み、戦中で後に衆議院議員となる自由民権運動の創始、末広鉄長と懇意になった。英語が話せなかった鉄長は、親切なフィリピン人青年が船で助けてくれたと書き残しており、リサールは前日のわずかな滞在中に多少なりとも通訳ができるようになっていたようである。当初の鉄長の目的は訪米だったが、リサールと意気投合したために予定を変更して4月28日のサンフランシスコ到着後も行動を共にし、5月16日にリサールと共にイギリスのリバプールに到着した後、ロンドンにて別れている。ロンドン到着後のリサールは大英博物館をはじめとするイギリス、ベルギー、パリの図書館に通いながら古代史の研究を進め、スペイン人による植民地化以前のフィリピンの歴史を研究した。1889年、ロンドンで日本の民話、サルカニ合戦とフィリピンの民話、サルカメ合戦を比較した論考を表している。同年2月15日には、ロペス・ハエナやデルピラールらマドリードに滞在していたフィリピン出身者と共に、半月間のスペイン語新聞、ラ・ソリダリダッドの創刊に加わり、プロパガンダ運動を行っている。1891年9月18日に、ベルギーのヘントで2作目の小説、エル・フィリブステリスモを出版した。エル・フィリブステリスモの出版後、リサールは1891年10月18日にマルセイユを立ち、しかしながら、望郷の念はやまず、翌1892年6月15日にフィリピンに帰国した。帰国後、リサールはラ・リガ・フィリピナを組織すべく活動した。ラ・リガ・フィリピナの思想的立場は、急進的な革命を望むものではなく、スペイン地下のまま暴力を用いずに穏健な改革を望むものであったが、この方針をも危険視した植民地政府当局によってリサールは逮捕され、同年7月7日にミンダナオ島のダピタンへ流刑された。ダピタンでのリサールは医者及び教師として住民に接し、またヨーロッパの学者からの依頼に応じてミンダナオ島の地質、昆虫、動物についての研究を残している。この頃までにリサールは20数言語を習得していた。ファイル、ホセリサール銃殺刑シーン .jpg 反乱、扇動、違法結社の無実の罪で死刑を宣告され1896年12月30日にバグンバヤン広場で銃殺された。1896年7月に流刑を終えた後、かねてから伝えていた軍医志望の旨が総督のラモン・ブランコに許可されたため、リサールはスペイン海軍の巡洋艦カスティリア号に乗り込み、認知のスペイン領キューバへと旅立った。しかし、船が地中海に入ったところで秘密結社、カティプナンが独立闘争を開始すると、上陸地のバルセロナで以前からリサールに目をつけていたスペイン官憲に逮捕された。スペインからフィリピンの首都マニラに送致された後、軍法会議にかけられ、同年12月26日に銃殺刑が宣告された。処刑の前の晩に妹に手渡した遺言代わりの自生の死は、後に、ミ・ウルティモ・アディオスと名付けられ、彼の祖国への熱い思いを伝えるものとなっている。同年12月30日、リサールを一目見ようと集まったフィリピン民衆が見守る中、35歳にしてマニラで銃殺された。リサールの処刑は反響を招いた。リサール処刑の翌々年に成立したフィリピン第一共和国大統領のエミリオ・アギナルドは、リサールが処刑された12月30日をリサール記念日に指定し、祭日とした。このようにリサールはフィリピンで高く評価されているほか、インドネシア初代大統領のスカルノもオランダ人がインドネシア語に訳したリサールの著作を通して影響を受けた。リサール初の伝記は、スペイン人でありながらも、リサール親水者となったウェンセスラオ・オレタナによって1900年にマドリードで出版された。また、1888年の4月から5月にかけてのリサールのイギリス業に同行した自由民権運動の創始、末広鉄長は1891年にリサールをモデルにした主人公が日本人志士の助けを得て、スペインからのフィリピン独立運動を戦う。政治小説、南博之大波乱を表している。現在、リサールは、ノリメ・タンヘレとエル・フィリブステリスモという二つの小説で有名である。フィリピン最初期の近代小説である、両作は共にスペイン語で書かれているが、スペイン圧政下に苦しむ植民地フィリピンの様子が、克明に描き出されており、フィリピン人の間に独立への機運を高めた。カトリック教会はスペイン植民地統治に対する批判者としてのリサールを称賛しつつも、その主要著作2冊については反修道会的であり、処刑直前にリサールがこれらの著作の内容を撤回したと主張して、公立学校での教育に導入することに反対している。リサールが処刑されたマニラ湾を見渡す地は現在、リサール公園として整備されており、衛兵に24時間守られている記念碑がある。公園の北方にあるパシック川沿いのサンチャゴ要塞内にはリサールにゆかりのある品々が展示されたリサール記念館がある。また、リサールは1888年に来日しており、1ヶ月ほど東京都内に滞在している。これを記念して東京の日比谷公園にはホセ・リサール記念像が設置されている。1949年から1973年にかけて1ペソ、または2ペソ紙幣に肖像が使用されていた。リサール州はじめ、リサールから名を取った地名が各地にある。2020年にフィリピン海軍で運用される予定の新型フリゲートの1番艦にホセ・リサールの名が付けられた。ありがとうございます。